スマイベストヒット歌謡祭出演で大荒れの事態に。どうも皆さんこんにちは、全力ジャニーズマンです。よろしくお願いします。本日はですね、キスマイフット2についての動画となります。キスマイフット2ですね、先日ベストヒット歌謡祭に出演しました。今回はですね、このベストヒット歌謡祭について話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ベストヒット歌謡祭はね、キスマイフット2新体制となって初のねテレビパフォーマンスという風になりました。披露した楽曲はですね、ハートブレーカーですね。ベストヒット歌謡祭のね前日にはこのねハートブレーカーのミュージックビデオがね解禁されたということでね、興奮冷めやらぬ状態でベストヒット歌謡祭をね見たという風になりました。めちゃめちゃかっこよかったですね。ミュージックビデオもねもちろんいいんですけれどもね、やっぱパフォーマンス違いましたね。すごいねワクワクしましたね。このねパフォーマンス振り返ってみるとね、まず登場シーンめちゃめちゃかっこよかったですね。2人ずつねライトアップされて、階段をね降りてくるっていう感じだったんですけれどもね、これ音楽番組ですよねこれもうもはやライブですよね。ライブの登場みたいにねキスマイかっこいい登場でした。で今回ねテレビで私ね見ていたわけなんですけれども、会場のね歓声もね聞こえてきて嬉しかったですね。これがねキスマイだぞっていう感じで、誇りに思いましたね。パフォーマンスね本当に大人の雰囲気で、新しいキスマイ見ることがねできました。今回のねハートブレイカーのパフォーマンス、キスマイファン以外のね方からの評判もねすごい良かったようなんですよね。で今回のね披露をね見て気になった方が結構多くいらっしゃったようで、そのままねYouTube のミュージックビデオもね見に来てくださるっていうね方多くいらっしゃって嬉しかったですね。で今回のね披露を見て思ったんですけれどもね、やっぱりパフォーマンスフルサイズで見たいですね。音楽番組ってね、やっぱり時間のね関係もあってフルサイズなかなかないですよね。だいたいワンハーフっていうところで、今回もね2番の披露がなかったんですよね。このねハートブレーカーね2番にも本当に注目してもらいたくてね、めちゃめちゃいいんですよね。ミュージックビデオでね公開されてましたけれどもね、二階堂さんのラップ、そして横尾さんのメインパートで宮田さんの高音っていうね、本当に見どころがねたくさんあるんですよね。いやーこれフルで見たかったなっていう気持ちはありますね。フルサイズねカウントダウン TV ライブライブね、それよくフルサイズ披露があるんでね、ぜひ出演してもらいたいですね。ハートブレーカーだけじゃなくてカモノバもね両方フルサイズで見たいっていうところはありますね。またね今回ハートブレーカー初披露ということで、一応ね録画してたんで何回もねパフォーマンス見てるんですけれどもね、いろんな角度で見たいとかね、そういった要望がねどんどん出てきちゃって、もうマルチアングルでねもう見たいですね。一人一人ねじっくり見たいなっていうふうにね思いましたね。これからね年末大型音楽番組あるんでね、ぜひ出演していただいて、もっとねパフォーマンス見たいなっていうふうに思いました。いや本当ねいいパフォーマンスでしたね。で今回ねキスマイフット2ハートブレーカー披露しましたけれどもね、番組後半にはねダンスヒットメドレーということで、私の一番可愛いところというね楽曲のダンスを披露しました。これ、ね、事前の告知だとね、キスマイフット2でね出演するっていう書き方だったんですよね。ただね実際放送を見るとキスマイから選抜されて二階堂さん宮田さん横尾さんのね3人での披露っていうことで、ちょっとねそこに対してはね話が違うぞっていうね思った方は結構いらっしゃったようですね。個人的にもね最初ね3人がね登場して、またね曲の途中からもう3人がね映るのかななんて思ってたらね、そのままね3人で踊り切ったということでね、ちょっとね突っ込みたくなる部分もありましたね。ただね本当にダンスはめちゃめちゃ可愛くて、宮田さんのねねえねえねえから始まったところ、もうさすが宮田さんっていう感じで一気にね引っ込まれましたね。超可愛かったですね。それにね習って二階堂さん横尾さんもね可愛い表情でねダンスを踊っていて、ほっぺねぷくってねするところとかも可愛かったですね。ただねもう一つね言いたいことがあって、パフォーマンス中にねすごいなんか光逆光というか、本当に二階堂さんがねすごい神秘的にね光っててね、もう眩しかったんですよね。
光が強すぎてね、ちょっと二階堂さん白くねなっちゃってた部分あって、そこちょっとねなんとかなんなかったのかなんてね思ったりもしましたけれどもね、本当に力入ってたんですかね。まあ、こういったね番組後半にねちょっとしたね荒れたというかね、ちょっと突っ込みたくなる部分がありました。いやー、やっぱね6人で踊ってるところ見たかったっすね。6人がね可愛くブリブリね踊ってるところ見たかったっていうのが正直なところです。で、今回のねベストヒット歌謡祭、本当に、ね、目玉企画、注目がねすごい高かったわけなんですけれどもね、個人的にね香取慎吾さんのね出演もすごいね注目して見ていました。まあ、トップバッターでねゆずさんとコラボしてね歌唱したりね、まあ、香取さんのベッティングね、それもめちゃめちゃかっこいいパフォーマンスでしたね。香取さんといえばね、まあ、キスマイスマップのね皆さんすごいお世話になってたんで、放送の中でねなんか絡みないかななんてね思っていたわけなんですけれどもね、まあ、放送上ではねちょっと出る時間帯もね違ったんでね絡みがなかったんですけれども、番組の裏でねしっかり絡みがあったことが分かりました。まあ、キスマイメンバーですね、まあ、ブログであったり X インスタの方でね香取さんとお会いできたというね報告がありました。ツーショット写真とかもね上げられていて、X の方ではね宮田俊也さんと香取さんのツーショット、そしてインスタの方ではね玉森さんと、香取慎吾さんのねツーショットが公開されています。いや本当泣きそうになりましたね。こうやってお会いできてね、すごいいい表情でね写真も撮っていて、いつかね、まあ、放送の中でね絡みコラボ歌唱とかねそういうのも見たいなっていうふうにね思いましたね。ちょっとね希望が見えましたね。で、実はですねメンバー今回ね香取慎吾さんとのね絡みだけではなくてね、スカイハイさんとのね絡みもありました。宮田俊也さんね、スカイハイさんと絡んだようなんですけれども、実はですねスカイハイさん、まあ、日高さんですね、元ジュニアということでね、まあ、なかなかねそういった話表立ってはねなかったんですけれども、昔ね一緒に宮田さん稽古したということでね、そういった状況もね今回発信があったんでね、いやーますますね今後が楽しみですね。こういったね事務所の垣根を越えた絡みコラボっていうのはねちょっと期待したいですね。まあ、先日もね千賀さんインスタの方でね安井健太郎さんとのね絡みがあったということで、なんか変わってきてますね。まあ、安井さんといえばねキスマイがねデビューする際のね茶封筒を持ってきた人物ということで、いや本当にねびっくりするようなことがね本当にたくさんありました。はい、では今回はですねキスマイフット2ベストヒット歌謡祭について話させていただきました。本当にねパフォーマンスもすごいかっこよくてね楽しむことができましたね。またねパフォーマンスだけではなくね、こういった番組のね裏でいろんな方とのね共演絡みというのもねすごい良かったですね。本当ね最近メンバーもねインスタライブとかねSNS を通じてねいろんな情報を発信してくれるということで、すごいね見てる側も楽しいですね。まあ、逆にねコンテンツがありすぎてねなかなか情報がね追いつかないなんてねこともあったりするんですけれどもね、今のところねちょっと自分も現場のね予定が入っていないということなんで、まあ、そういったねコンテンツ楽しみながらね、まあ、モチベーションをね維持していきたいなというふうにね思いますね。まあ、CD 情報もね続々と解禁しているということでね、本当に楽しみがたくさんありますね。引き続きチェックしていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。